正しい機材も届いたし、気を取り直していくわ。みんな、楽器のセッティングはできた？バッチリです。私も大丈夫です。私も問題ありません。では始めるわ。どう音が変わるのか楽しみね。音が変わるのも悪くないわね。宇田川さんも白金さんもいい機材のチョイスだわ。うんうん、このハイハット思った通りかも。じゃーんって響くのがいい感じ。このシンセサイザーいいかも。私は結構好きな音だけど、みんなの反応はどうかな。借りてきた機材は正解だったみたいね。よかった。さよ、今の演奏は悪くないわ。もっと音に強弱をつけると良くなると思う。はい。アコ、力任せに叩いては体力を消耗するだけよ。最後までベストな演奏ができるように配分を考えながら叩いて。わかりました。インコはアコと音を合わせることを意識して。はい。細かい部分は課題があるけど、全体的なまとまりは悪くないわ。その調子でいくわよ。それにしても今のさよさんのギター演奏は、あこう漆黒の闇より生まれし炎のギタリストが、あれして火と闇の封印が解かれし暗黒。イナトさん、次の曲に行きませんか？そうね。誰もアコの言ったことに反応してくれない。すっごく考えたのに。よし、もう一度。ユキナさん、今のユキナさんの歌は、現世に蘇りしネクロマンサーが闇のしもべをあれして、ドーンって感じですね。うん、すごくわかるよ、アコちゃん。白金さん、宇田川さんはさっきから何を言っているの？さっぱり意味がわからないんだけれど。アコちゃんは、氷川さんの演奏と、ユキナさんの歌を、すごく褒めてて。そうなの？宇田川さんが言ってること、私には外国語みたいに聞こえるわ。さよ、アコ、リンコ、練習中よ。無駄口叩くのはやめて。はい。ごめんなさい。盛り上げようと思ったのに。さあ、続けるわよ。ずっと叩いてたら腕が重くなってきたな。いた。長時間弾いていたら肩こりがひどくなってきたわ。あ、音間違えちゃった。ちょっと、三人とも集中力が切れてきているわよ。ちゃんと曲に集中して。はい。はーい。はい。なんだか、空気が。